ここまで、ご飯ですよに乗ってきました。どういうこと？え、どういうこと？ご飯ですよ、乗り物…あ、乗り物と乗りのもの間違えましたね。ね、こういう間違いが人を強くするから大丈夫だよ。ね、まあね、トウモロコシ、言ってますけどね。いつ言いましたそれ？トウモロコシいつ言ったんだよ。不動産ってめちゃくちゃやりたいな。不動産すごいね。じゃあ俺不動産やるから、はいはい、物件決めに来る人やってる。はい、じゃあ行きましょう。はい。あ、もしもし。あ、そちらの物件ですか？ちょっと、先約が入っちゃって。はい、はい。聞こえてます？イフイフ。イフイイフはもしですからね、もしもしのやつで、ね、ウィーン、はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。種なしピオーネお安くなっております。ぶどう屋さんだ。不動産屋じゃなくてぶどう屋さんってやつですね。不動屋さんでお願いします。はい、ここ不動産ですよ。お願いします。はい、こちらおかけくださいませ。いいです、大丈夫ですね。あ、ちゃんとかけてます。ちゃんとかける。はい、すいません。お布団を、ここに来てお布団を、椅子はないんで。だから痛いんですね。きついなって思ってたんですよ、今。こういうことか、ごめんなさい。そちらの飴50円にお食べください。あ、はい、いただきます。はい、50円になります。これはずるいですよね。さすがにこれはずるいですよね。50円、いや、そちらの飴すごくて、はい、50円大丈夫ですよ。飴すごいのが、おとといのゲリラ豪雨の時の飴なんです。こうやって、こう。この努力は認めてくださいね。これがすごい。レインでしょ、はい、レインがボーって降ってんのに透明っていうね。うまい。今日間取り的には、間取りどんなのがいい？ 1K でお願いしてたんですけど、じゃあニャン K だとちょっとまずい。あー、犬バージョンでお願いします。 1K だと。ニャン K じゃない。じゃあ場所とかは、場所、奥の細道がやっぱ代表作ですよね。あー、どうすってね、そういうのもあったんだ。はいはいはい、松尾芭蕉のやつですよ、皆さん。あとこっちはどれくらいの、あ、これは5万円って決めてきたんですよ。5万ですか？はい、え、結構すごいいきますね。え、そうですか？5万ですよ。だって5万ってすごいですよ。家賃ですよね。いや、これ玄関に置くオブジェのベーゴマです。どこで使うんでしょう。これを5万、5万でいいですね。みんなここで買ってたんですか？はいはい、プエルタスカで買ってきますよ、輸入して。ちょっとちょっと聞いときますね。あ、ちょっとわかんないんで。はい、後で聞いときますね。他に何か条件とかありましたら。あ、条件はあれですね、日当たりとか。あ、違うさ、モグラが部屋に出ないとか。それ絶対お願いします。あと電書バット使い放題。それは受け取り側もお願いしますか。あと、お風呂と浴槽別とかもありますけど。それはですね、これはやだな、さすがに。それはさ、どこでってなっちゃうの。じゃあ普通に風呂トイレ別でお願いします。かしこまりました。では床からトッポギが入ってる部屋泣いていきましょう。どこだどこだそれは。じゃあ泣いていきましょう。いいんですね、泣いてる。ガチャ。さっきウィンって入っちゃったんですけど、ごめんなさい。ガチャだった。その態度すいません。あ、ごめんなさい。はい、じゃあ行きますよ。はい、あ、バイクで。あ、ごめんなさい、バイクだったんで。銘柄かっこいい。これアーメーっていう銘柄でね。だからハーレーダビッドソンの逆のアーメーですよ。ハレーションアーメーですよ。キックボードでしたね。はい、この物件になりますね。うわ、はい、すごい綺麗でしょ、ここ。わ、すごい、ドアがすごい、ドアがめちゃくちゃ綺麗で、高級感ありますね。これね、何が綺麗かというと、なんだ、ドアノブなりが金色なんです。初めまして。あ、初めましてだ。プレーンのノブなりもあったことなのに金から入りました。紫に近い方の金色ですからね。僕が芸大出てたら教えられたんですけど、ちょっと皆さん、それで皆さん入っていきましょう。お願いします。ポキ、俺だですね。玄関の収納がね、収納すごくて、あ、靴がいっぱい入るとか、靴下20足分、靴だと1足分ね。はい、こちらですね。この通りが広いでしょ。あれ、あれ、キッチンがない。キッチンがなんと、キッチンだ、天井につけてある。あー今ちょうど店長よしみさんが料理してますね。あー、わかんない。これは、はい、天井で、こっからがすごいですよ、ここの部屋。この部屋、ポキ。あ、また折れた。広いでしょ。あ、広い。これなんと、30平米霊形あります。酔っ払いがいますよ。30年ほど出て行ってほしい。やだ、出て行ってほしい。でもこの物件何がいいかって、何がいいんだ、建物名がとにかくかっこいいな。なんかコーポなんとかとか。あ、もうもっとかっこいいよ。なんか神宮層みたいな。もっとかっこいい。なんだろう、これ田口層です。元オリックスの。元オリックス、田口層じゃなくて田口層です。元オリックスの海岸の人ですよ。そうですよ。野球好きで会ってください、皆さん。隣の部屋に市口はじめさんが住んでる。市口はじめ、カタカナの市に、漢字の口に、はじめが漢数字の1です。あ、カタカナで見ると一郎ですね。一郎が住んでる。一郎。そう、市口はじめさんです。一郎と、はい、谷田口、はい、私谷義朝と申します。揃ったー。
オリックスのあの鉄壁のが世代であってください。頑張ってください。山田ちゃんとの結婚は損したな。それは言うのやめよう。あの鉄壁の3人が揃ったね、はい、っていうことでできましたけど、ね、できてないよ。できましたよ。不動産やりたいって言ったのに。いや最後オリックスの外野の不動の3人揃ったでしょ。いや不動の3人が揃ったとこで不動産だ。不動産だ。こういうこと、はい、なるほど。初めからオリックスの鉄壁、はい、不動産がやりたかったんだ。違います。違う。いい加減にしろ。これ分かんなかった。